エバーは、一瞬と永遠をブランドコンセプトにしています。一つはアネバーと、これをまあ一瞬と捉えていまして、もう一つがアンエバーで、これは永遠として捉えています。ファッションを始めてから花柄すごく目にしたんですけれども、本来のその花の美しさと花柄の間にはすごくギャップがあって、一点一点の違いや移ろいというものをベースに本当の花柄を作りたいと思って、本物のドライフラワーを、樹脂の中に固めて花柄として表現することを始めました。花言葉として、特別な存在とか変わらぬ心とか光り輝くとか、一つ一つそれぞれの個性が強くポジティブにあるような花を選んでいます。たくさんの数を出すけれども、ただそれが一点一点輝いていくように、全てが異なるということがすごく大事で、量産だけれども一点ものというものを、今回目指しているので、お客様が受け取るものを全て一つ一つ花の入り方が、変わっていて、でそれは人の手で一つ一つその丁寧に考えながら入れていくものでないと、成し得ないことではあるので、プロダクトとして、作っているんですけれども、ただそこにすごくアナログな人の手作業というのが欠かせない工程になっています。物自体が有限であるということがすごく大事だと思っていて、で有限なものには時間の移ろいがありますし、それをとどめようとする気持ちも生まれてくるので、その有限なものの象徴としてその自然に咲いている花をしっかりと大切にプロダクトに落とし込むということをやっていきたいと思いますので、花を入れるということだけではなくて、その使う素材もサステイナブルなものを積極的に選んで使用していきますし、シンプルって当たり前のことではあるんですけれども、一点一点を大切に作って大切に届けていくということを、ブランドとしては貫いてやっていきたいと思っています。